レオレモネード。はい、今回包もうと思ってるのはですね、この2点になります。ハンドソープと、はい、このボインボインちゃんですね。もう見てもらったらもう一目瞭然なんですけど、見切れてるんですよね。何を撮ったんだろうって編集しながら思ってるんですけど、ですね、これをちょっと詳しく口頭で説明するとですね、このボトルのこの首のところですね、ここがスーツケースの中に入れてた時に何かの圧力によって、多分上からの圧力なんですよね。その上からの圧力で首が押され、液体が全部出てしまったっていう苦い過去がありまして、それからもう上からの圧力には負けたくないっていうのがありまして、この首の部分をこう回らないようにテープでまず固定をして、そこになんかティッシュペーパーか何かをですね、こうくるくると巻いて、こうマフラーのように巻きつけてですね、偶然にもですね、我が家にこの小さなビニール袋みたいなのがあったので、これを頭の方からかぶせていって、また首のちょっと下鎖骨のあたりですかね、そこにテープを止めて、もう絶対に上からの圧力には負けるなよ、漏れるなよっていう強い気持ちでテープで固定していくんですね。でこれだけじゃ私はちょっとまだ不安なので終われないんですよね。はい、ここでビニール袋に入れていきますね。はい、もう絶対に漏らしたくないっていう気持ちが強く表れてると思うんですけど、もうトラウマなんですよね。もう心配性なのもあるんで、きっちりと漏れないようにしてるんですけど、でもこれだけでもまだ不安は拭えないんですよね。さらにこのプチプチを使ってですね、横からの圧力にも負けないというか、同調圧力みたいなもんですかね、横からの攻撃もあるかもしれないので、そういう時のためにプチプチを使って優しくこう包み込みました。あ、そしてですね、もう続いてすぐにボインボインちゃん出てきましたけど、はい、ボインボインちゃんの方はですね、もう2つしかないので、はい、これ中年男性にあげるものなんでね、パッパッパッと包んで、はい、もうこんな感じで出来上がりました。はい、お土産を詰め終わって、ちょっとちらっと時計を見たらですね、とんでもない時間になってて、ちょっと他の撮影ができなかったんで、もう詰め終わった後なんですけども、ですね、これ左側半分はお土産が入ってて、この右側には
娘のサイズアウトした服が全部入ってるんですけど、これハワイにですねびっくりするぐらい女の子の友達がいなくてですね、地元の友達が全部もらってくれるみたいなので持って行って、なのでこのスーツケースの中身は全部なくなる予定ですね。はい、でこっちのスーツケースもほぼあんまり入ってないんですけど、実家にですね大体のものを置いてるのでそんなに持って帰らなくていいんですけど、まあ娘の服とかはサイズが変わってるのでちょっと持っていくのと、あと東京と大阪によるのでその分の服がちょっと必要になってくるから、これが私の4日分の服と、これが娘の4日分の服、あとこれはですね娘と私の4日分の下着とかパジャマなんですけど、これはもういつも通り全部捨てていく予定のものなので、はい、これ全部空になるんですけど、せっかくこういう風に計算してやっても娘がぬいぐるみとかを持っていくんであんまり荷物が減らないんですよね。でもまあこれは仕方ないのでこの2つは持っていきます。はい、で娘の服はここに入れられるので、はい、入れて、こちらがですね洗面用具ですね。で洗面用具って重たいし液体なんで、液体はちょっと手荷物の方には入れられないので、これはですねこの大きな空いてる方のスーツケースにちょっとこっちに入れて、そして私の服も入らないのでこっち側に移動して、この状態でホノルルから成田まで行きます。そして成田に着いたら東京と大阪で必要なものを一回取り出して、そしてここにですねボストンバッグを忍ばせているので、スーツケースに入らないものをこの中に入れる感じで、あとですねがっつり雨なんですよね。はい、めちゃくちゃ雨らしいんでレインコートもちょっと持っていかないといけないので、これだけを東京と大阪に持っていくっていう感じで、はい、これで貴重品とか以外の荷物は全部、はい、ほぼ詰め終わりました。はい、ちょっと余談なんですけど、このスーツケースほぼほぼ全部なくなるんで持って帰る時に空になるんですけど、でも日本で皆さん多分めちゃくちゃ物を買って帰ると思うんですけど、私も今回はいマラソンを走りました。はい、もうエントリー済み、そして完走してますね。マラソンなんか大嫌いなのにこのマラソンだけは完走しましたね。はい、もうこの時点でもう今21倍のポイントになってるんで、はい、すごくお得に物がいろいろ買えてですね、はい、実家に全部送ってるんですけども、ちょっとやりすぎたかなって、はい、実家についてちょっと反省しましたね。ラオレモネード、はい、最後にこのバックパックの中に入れていくのは貴重品とかパソコンとかすぐに使いたいものとかを入れていくんですけど、まずはこの iPad、 スクリーンがないのでこれは絶対持っていかないといけなくて、あとは私のパソコンとですね、これも大事な充電器、はい、大事ですね。あとはこれイヤホンとか私が仕事で使ってるデータとかが入ってる袋と、これお財布と、あとはパスポートのケースがあるんで一応入れてみたんですけど、なんか腑に落ちなくて、うん、やめようっていうことで、はい、このオレンジのやつは持っていくのをやめにして、この財布が結構大きいのでこの中に全部、はい、収めました。もう財布は一つにしておいた方がいいと思うのでこの中に全部、はい、収めました。はい、メガネはコンタクトもしてるんですけど機内はやっぱりメガネがいいのでこのメガネと、あとはこの去年ゾフで買ったカラーレンズの土入りのメガネ、これは本当に化粧しなくてもいいし、なんかなんならシワも隠してくれるみたいなところがあって大変活躍してます。そしてサングラスは時期的なものもあるし、あとは福岡で結構運転もするので、なのでメガネ類はこの3つを持っていきます。それとエコバッグを1つと、はい、これトレジョのグリーンティーのミント、もうこれは私の先祖ですね。はい、先祖と、はい、そしてこれがティッシュとかマスク、
ハンドクリームとか、あとはバンドエイドとかが入ってる、なんかごちゃ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 入ってるものですね。はい。そしてこれが歯ブラシセットです。インビザラインをしているので歯磨きの回数が多いので、はい、これ持ってます。そしてこの中は娘のお菓子とかが入ってるんですけど、機内食ないので一応後でパンを買いに行く予定なので、その買ったパンとかをこの中に入れる予定です。はい、友達に聞くところによるとめちゃくちゃ暑いらしいけど、一応薄手の上着を持って行って、はい、最後にこのネックピロー、はい、一番かさばります。では一気にここから入れていくんですけど、このパタゴニアのバックパック結構ポケットがいっぱいあって、なんか収納しやすいというか、はい、なかなか良いです。ただですね、ちょっとポケットがありすぎてどこに何を入れたかを忘れるんですよね。こうやって全部詰め終わって持つじゃないですか。もうめちゃくちゃ重いんですよね。でこれ洗うと、え、粉生地汁も乗ってるっていうぐらい重たいんですよね。なので娘には自分のものはちゃんと自分で持ってもらうように、はい、この中にはですね、はい、輪投げのウォーターゲームとサングラス、これを手前のポケットのところに、はい、入れまして、あとはお絵かき道具とかも捨てて帰れるようなのを入れて、ヘッドフォンを入れて、はい、これはずっと赤ちゃんの時からいる、はい、一番好きなベアベアっていうぬいぐるみ、はい、この子をギュッギュッと押し込めまして、はい、これでもう娘の荷物は出来上がりです。ラオレモネード。Basil stir fry. Remember when we went to the restaurant. Okay. And then take a picture of my face. Bullshit. ホワイトチョコレート、アカダミア、ナッツ、なんちゃら、なんちゃら、コールドブリュー。